ログ 3.74 小田原おでん本店。わ、牛すじ丼だ。意外と広い、奥に広いんだ。豚バラおでん本店星長き。はい、少々お待ちくださいね。牛すじ丼ランチでした。旦那さんは味の牛すじランチ。地元のかまぼこ屋さんが入る。大根と、イカ天、つみれ、厚揚げ、五目ウインナー、はい、おいしそう。お団子、わー、柔らかそう。はい、じゃあランチナビを伺います。はい、いただきます。14、15番さん、味しみしみ。うん、美味しい。だしがご飯欲しい。梅とわさびとからし、梅つけてありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて。つみれ、10番、11番さん出てます。魚、すごい、ふわふわだ。どうぞ。牛すじ丼。はい。美味しそう。はい。じゃあ、牛すじ丼お願いします。はい、じゃあ、牛すじ丼ふわふわ。とろとろ。はい。
美味しい。あのね、ビーフシチューみたい。でもお味噌だ。はい、こちらでドラッシュを。おでんのおだしを使った小豆島のさぬきうどんだって。14%のお漫才お願い。おうどん自体はね、なんか、なんだろう、コシじゃないけど、ふわふわなの、うん、なんか新しい感じ、柚子の香りがいいね。これはね、アジのお寿司のセットについてる、アジの押し寿司。大葉とゆかりが挟まっている。これ間違いないよね。アジも美味しい。大葉の香りもすごく美味しい。はい、真ん中のわさりと浸していただくとしています。はい、おでんのお出汁でお茶漬けで完成です。これはこれで美味しいな。合うね。バニラアイス、梅ジャムがかかってるんだって。あ、すごい。梅ジャム合う。すごいさっぱりする。バニラなのにさっぱりする。不思議。うまっ。小田原は梅も有名だからね。あー美味しかった。おでんって聞いてたから、おでん？え？なんで？って思ったけど、舐めてたわ。めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。お腹いっぱい。以上、小田原、小田原おでん本店でした。チャンネル登録よろしく。ブー、超絶美味しい。予約必須。